皆さんこんにちは。小学5年生11歳の斉藤彩乃です。よろしくお願いします。私は昨日が終業式で今日から冬休みだったんですけど、その今年の冬休みにしたいことが2つあって、1つ目がスキーをしたいんですけど、そのスキーが得意っていうわけではないんですけど、滑ってる時に楽しくてスキーが大好きなので、今年も山の方で滑りたいなと思いました。そして2つ目が、この前ぐらいのライブで言ったんですけど、ママの誕生日が近いので誕生日のケーキを作るんですけど、それ以外にもまだまだ作りたいものがいっぱいあるので、そのお菓子作りをたくさんしたいです。それでは聞いてください、冬花火。